ダリアだけを使った花飾りをします。ダリアの茎はなんか空洞になってるので、今回はまっすぐカットして、何個もダリアの茎をパーツとして作ります。でダリアはすごくこの節がない部分までいくと花持ちがぐっと良くなるので、最後の節のところまで引っ掛けて、最後は斜めにカットします。で最初にカットしているの節の部分を一つにまとめます。なるべく足元が太いダリアをお花屋さんで選ぶと良いと思います。隙間に元のダリアを入れてあげて、しっかりとここにつくようにして、で、ミスカンサスをまたちょっと指でくるくるで動きをつけてあげて、このダリアの茎に差し込んでかぶせてあげます。このダリアすごく頭が重たいので、なるべく軽いのを選びましょう。Just having a good time.